こっち？俺携帯ずっと入れっぱなしだ。携帯、タバコ、はい、入ってないです。ロッカーか入ってるわ。入ってるでしょ。シルエットでわかる。そう、俺携帯ね入れてると調子悪いんですよね。ねえんだよ。忘れてた。抜くの。うん。2本の木の一直線で。思いっきりな。思いっきりな。左足のかかと上げんなよ。動かなってるからね。そうだよ。頑張れ、踏ん張れ。前半最後だぞ。ここで踏ん張らないで、いつ踏ん張るんだ。トイレか。うん。おーい。はい、チェンジ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 。そのままだよ。わお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 。はい。はい。打つよ、打つよ。手じゃないよ、手じゃないよ。打って出す。やっぱこっちです。そう、そう。正面、正面。当てられるぐらい。当てないと出ない、それ。ドン。おー、いいね、いいね、ロブショット、ナイスショット。振り回されちゃダメだよ、振り回せ。 OK、 いいよ、大丈夫大丈夫、今ので。うん、うん、おー、踏ん張れてます、うん、いいよ、良いです。OK、 いいね。距離まだまだあるんで、はい、行ってきます。オッケー、つま先下がりだよ。はい、木の左側、うん、向いてます。うん、オッケー、いいじゃん。まあ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 、気にすんな、そんなこと。ちょっとちょっとでかいな。でかい、あ、でかいっていうの、ごめん、ね、あそこ、そうそうそう、あそこから下がっちゃってるから、木の手前からね。なんで上に置くか、もっと奥に行くかですね。本当はね、もっと奥は多分無理だから、刻んだ方が良かったかな。左足開いてください、そのまま。左足をこうやって開いて、こうやって、そう、 OK、 そのままか、スタンス取って OK。 あら、あ、ダメだ、今ヒール全部当たってんね。結構近いのかな。うん、はい、やりづらい、やりづらいね、やりやすいとこなんてはないんだよ。しっかり当てよう。フル、フルでいいけど、上半身だけで打つつもりで、お腹意識して。そうだ、オッケー、はい。きついな、これ。当てていこう、ドーンって。上げたら落とす、砂も、砂も一緒に。オッケー、いいね。おい、いいよ、よいしょ。はい、頑張れ、走れ、走れ。なんかそのライさ、右行く確率高いね。引っ掛けてもおかしくないんだけどね、開くよね、結構。くそー、次。うん、いいね。いいね。あ、わかった。振りすぎ、左右に振りすぎ、体重。あ、こういうこと。そう、こういうことね。こうやって、こうやってやりすぎ、動きすぎ。その場で振るよ、だってよ。そう、そう。うん、いいじゃん、いいじゃん。おー、いいね。あ、いいね、あ、いい、いい、ナイス。いいじゃない、めっちゃいい。うまい、うまい。いい感じ。うん、ここに当てて、強い球で、強い球、チャンみたいな。もうちょっと下でもいいから。あ、それでいいじゃん、それでいいじゃん、超ナイスじゃん。
頑張れ。2打で行こう。ここはショート目に。オッケー、入れよう。オッケー、いい、惜しい。はい、後半1番ホール200取ってる、OK、1ヤードのパー5。これね、ギリギリ立てると怒られてたんだ。偉いじゃん。ついに後ろに立てるようになったか。いいよ。前はな、イエローと来た時はすげえギリギリに立ってたもんな。崖の確率を少しでも減らしたい。もっと僕たちの差が上手いねば。そう。そんなね、1センチ変わってるからマジで。もうこのデベとギリギリで行きたいです。ご飯お願いします。お願いします。お願いします。オッケー。お。いいんじゃないか。いいっすね。うん、そんな悪くないよ。はい。オッケー、ちょっと右だけどね。シーピンが出た時の対処法知りたいですか。あ、知りたいの。知りたい。シーピンが出た時の対処法。対処法。シーピンが出る時っていうのは、はい、手が浮いちゃう時なのよ。手が体から離れてインパクトしちゃってる時にシーピンが起きやすいんですよ、はい、基本的にはね、はい、基本的にはこっからこうやってペンってなるのがチーピンなの。なるほど。それかもうただただ単純にこういう風に振っちゃってんだか、うん、まあ、それでチーピンっていうのはあんまり起こらないけど、まあ、基本的には手が離れちゃってから返すっていうのがやっぱチーピンの原因の大きな原因かなって思うので、うん、そこをしっかり、左手と右足をくっつけるようにして下ろしてこれればそれならないってことだよね。それかもしくは手が前に出てヘッドが後ろ下がってるからそれを逆にするわけ、こう、うん、だから上げたらこう。なるほど。こうしてくるってこと。だからアウトサイドインに振るでもいいし、アウトサイドインに振る。ああなるほどね。そう、アウトサイドインね、うん、OK、 スライス打つみたいな感じよ。うん、もうちょいだな。OK、 下半身固定。あれ、うーん、上振るね。はい、頑張れ。はい、OK、 ナイス。下半身は固定していこうね、はい、動かさない、体重移動もしないように。上半身だけで振ります。そうだ。 OK、 ナイスショー、最高ですよ。行き過ぎじゃない、行き過ぎだよね。行き過ぎだよね。行き過ぎマンか。行き過ぎた気がする。行き過ぎマンか。いや大丈夫でしょ、ユーティリティでしょ、大丈夫だよ、あるよ。ずれたよね、なんかね、ちょっとね。どこ行けばいいんだろうね。そうだ、出すことが目的。なんか今日はそういうところが多いな。おー、ナイスアウト。すごいじゃん、フェアウェイ出せたの。はい、その霊気でシャシャッと。そうだそうだそうだ、自分の歩いてきたところをいろんなところ歩いちゃうと書く回数が多くなっちゃうからね、あんまりいろんなとこ歩かないように、はい、で、ごめんね、 このグリップ、こっちのグリップを持ち手をこっち側にします。こっち歩いてきた人、こっちから歩いてくるじゃない、うん、でそうするとすぐここ取れるように、
はい、歩いた方向、そうそうそう、歩いた方向、歩く方向に振るじゃなくて、うん、腰、あ、肩から肩まで体重移動しないよ。 OK、 狙い通り。7割、8割。キャラ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 。今のどうしたの？今のですか？うん、いや、なんすか？じゃあ、はい、あのすぐミスったら、はい、はい、切り替える。次すぐ言わないとね、気持ちがねダラダラしちゃうから。まあそういうところ練習しましょうね、今日。これけど難しいっすね、このぐらい。難しくねえよ。え、そのまんまのロフト 58? あ、ありがとう。今どうやって構えてます？俺右足に置いてました。おお、はい、で、そしたらこうやんなきゃダメだよ。あ、そっか。で斜面に向かってどうする？そう、斜面に向かって、まず斜面に対して立つ。こうしちゃダメ、抜けるから絶対、はい、こっち、左足体重のまんま上げて落とす。うまっ。マジか。はい、で打ちます。なので絶対に傾斜には逆らわないでください。なるほど。はい、お、腹よりちょっと先に落とした。だが、そんなに転がらない。まあ、タルグリーンはな、パターがな、怪しいからな、このパターは。あれ、弱くだよ。あ、でもナイスタッチか。ナイス、集中。いや、いいんじゃない。ナイス。私はショートしたら褒めるよ。ショートが鉄則です。もうパチコン打った際にはね、もう行ったり来たりなんて当たり前ですからね。はい、なんかテイクバックしてないね、今日引いてないね、あんまり。うん、 OK。ゴルフレンジャーの、グリーンです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。